あと長浜に特大スクープ。本当に言うわ。ねえひどくない？ハッピーバースデーハッピーバースデーゆかにハッピーバースデーステイディアンゆかにハッピーバースデートゥーユー。非常に愉快だね。優香の誕生日の日に動画を 送ろうってなってて、優香が寝てたので、でネルがじゃあ歌うから撮ってって言って、で歌ってたら優香が起きちゃうっていう動画で。ああ、なるほどなるほど。本当はこうサプライズというか起こさず送りたかったのに。すげえ、マリリン・モンローみたいな歌い方しますもんね。本当に言うな。恥ずかしい？だって思い出よって言ったの。罠かけられたんだ。